本気で社会を変えていきたいというふうに思っています。民主主義の費用をどのように国民が負担していくのか、どうか政治の責任で今はっきりさせるということを。財源の議論は重要と考えておりますけれども、涙流しながら読みました。私はもうこれは火事場泥棒じゃないかと怒られても仕方のない。今立憲民主党の伊坂信彦です。企業献金についてお伺いをいたします。相変わらず政治と金、また企業と政治家の癒着といった問題がなくならないわけであります。予算委員会ですから、これを政治家の問題というだけでなく仕組みの問題としてどうにかできないかということで質疑をさせていただきます。1988年に発覚をしたリクルート事件、当時の総理大臣はじめ自民党の派閥のトップが軒並み未公開株を受け取って多額の利益を得たわけです。竹下内閣総辞職に追い込まれて、1990年代は政治改革というのが最重要テーマになりました。企業から政治家個人への寄付は汚職を生むため政党中心の制度にしようというふうになった。当時の国会の議事録をつぶさに読み返しました。例えば当時の総理はこんなふうに答弁をしています。企業献金を制限すると同時に民主主義のコストである政党の経費を国民にご負担をいただくんだと。また別の大臣はこんな風に言っています。企業献金を禁止して政治をきれいにしていくための一つの大きな柱が政党助成金だと。こういう経緯で政党助成金、政党交付金ができたわけであります。その後政治家個人に対する企業献金は禁止をされましたが、政党に対する企業献金は未だに禁止をされていません。私は個人にも政党にも全ての企業献金を禁止すべきという考えであります。企業は最後は利益が目的ですから、献金した政治家や政党には必ず見返りを求めます。例えば自民党に献金したけど純粋に日本の政治を良くするためであって我が社に利益はありませんということでは、これは株主が許さないわけであります。だから私は企業献金は一切受け取らないと決めて初当選以来やっています。しかし1万歩譲って政党への企業献金は構わないという当時の議論を認めるとしても、じゃあ政党支部への企業献金はどうなのか。今各政党が国会議員1人につき1つの政党支部を作っています。政党支部への企業献金はその支部の代表を務める国会議員個人への企業献金と何ら変わりがありません。さまざまな意見があるというふうに承知をいたしております。政治活動が原則自由であるという中、他方では本当に政治に信頼を得られなければいけないということもあるわけでありますが、この問題は民主主義の費用をどのように国民が負担していくのか、また各政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、今後とも各党各会派において十分ご議論をいただくべきものである。実態として政党支部というのが各国会議員ごとに作られていて、そしてそこへの企業献金は事実上その国会議員個人への企業献金と何ら変わらないという実態は、もう本当に全ての国会議員が分かっていることであります。加えて政治資金パーティーについてもお伺いをいたします。政党支部への企業献金も私は脱法的なことだというふうに思いますが、もっと堂々と政治家が企業からお金を受け取れるのが政治資金パーティーであります。総務省の説明ではパーティーは寄付ではなくて政治団体のイベントなので企業から参加費をもらっても OK だと、こういうご説明であります。しかし政治資金パーティーとは名前の通りお金を浮かせて政治資金を稼ぐためのものであります。企業は別にパーティーが好きでチケットを買うわけではありません。政治家に見返りを求めて資金提供するためにチケットを買うわけであります。岸田総理の個人の政治団体の収支報告書も拝見をいたしました。年間1億円を超えるパーティー収入があり、同じ企業が繰り返し何度も150万円のパーティー券を買っているわけであります。特定の企業が政治家個人にパーティー券の形で巨額のお金を流している。そもそもリクルート事件は寄付が問題だったのではありません。企業から政治家への資金提供が問題となったわけであります。したがって当時政党助成金と引き換えに進められた政治改革の本来の目的は企業献金の禁止ではなく、企業から政治家への資金提供の禁止であったはずであります。重ねて伺いますが、企業による
パーティー券の購入を禁止をしなければ企業から政治家個人への寄付と何ら変わりがないというふうに思いますが、尾身総務副大臣、政治活動に対する献金のあり方につきましては、これまで数次にわたり政治資金規正法の改正が行われ、企業団体からの政治活動に関する寄付、いわゆる企業団体献金については、現在は政党政治資金団体に対してのみ認められております。他方、政治資金パーティーにかかる収入につきましては、政治資金規正法上当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるので、政治団体の事業収入として位置づけられているものであり、寄付とは性質が異なるものと考えております。政治資金パーティーも含めた政治資金の規制のあり方につきましては、各政党各政治団体の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において十分ご議論いただくものと考えております。パーティーは、ね、対価を払っているものだというご説明ですけども、これも全ての国会議員が知っていることでありますが、本当にその対価に見合うものを提供しているかといえば、これはもう政治資金を浮かせるためのイベントですから、ものすごいお金をわざと浮かせるわけですよね。本当に対価性があるんだったら、こんなぼったくりパーティーは他にないというぐらいのものが政治資金パーティーの実態ではないかなというふうに思います。ちょっと重ねて大臣にこの件お伺いをいたしますが、やっぱり流れを本当に素直に見ればですね、企業が政治家に資金提供するリクルート事件が大問題になって、そして国民負担の政党助成金、政党交付金を作る代わりに企業から政治家個人への献金が禁止をされたわけであります。しかしパーティーの形で企業から政治家個人への巨額の資金提供が堂々と行われている現状は、リクルート事件を反省した政治改革の趣旨目的から完全に外れるのではないかと。ここでは総務大臣として答弁をさせていただいている立場でございまして、先ほどからも申し上げてまいりましたが、政治資金規正法につきましても、さまざまこれまで各党各会派においてご議論をいただいて、残念ながらお答えは難しいということでありますけれども、ぜひ本当にもともとどういう経緯で政党助成金ができたのか、本当に企業からのお金がないから民主主義のコストを国民の皆さんに負担をしていただこうと政党助成金、政党交付金ができた経緯を真面目に考えればですね、もらっておいて、国民の皆様にお金だけもらっておいて、一方で、政党支部への献金は OK だ、さらにはパーティー券の購入は OK だということであれば、私はもうこれは火事場泥棒じゃないかと怒られても仕方のない今状況だというふうに思います。これはもう本当に、なかなか進まないということであれば、政治と金の問題、こういうことを一つ取っても、やっぱり政権交代可能な緊張感をしっかり我々作っていかなきゃいけないなというふうに改めて思う次第であります。続きまして、これガラッと変わりますけれども、ちょっと質問一つ飛ばしますが、オープンランの海外展開について、日本の携帯大手4社はすでにオープンランの取り組みを始めています。またアメリカやイギリスもオープンランに前向きであります。新興国はこれから 5G の整備始まりますが、従来の垂直統合型設備を入れるのか、それとも最初からオープンランで始めるのかをこれから選択してもらうことになります。一方、ヨーロッパ諸国は既存のクローズの仕組みの方が有利と考えているのかどうか、オープンランの導入に慎重というふうに聞いております。参考人に伺いますが、日本が先行して有利なオープンランが世界標準となるかどうか、新興国への普及と同時にオープンランに慎重な国の巻き込みが極めて重要になると考えますが、どうするのか。総務省田原国際戦略局。オープンランは多様なサプライヤーの参入可能と、特定のサプライヤーに支配されない安全、開放、透明な 5G ネットワークを実現することができる点において優れており、国においては商用化も進んでおりますが、ご指摘の通り新しい技術であるがゆえに、その導入に慎重や国ですとか事業者もあると承知しております。そのような中で、オープンランを推進展開する上では、我が国と同じくオープンランに積極的な国ですとか事業者とも連携しながら、第三国、慎重な考え方を示す第三国において理解の醸成を図り、オープンランに対する国際的な支持を広げていくことが重要だと考えております。このため、総務省におきましては、外国政府や事業者が参加するワークショップですとかセミナー、政府間対話との場を積極的に活用しまして、オープンランに関する我が国の取り組みですとか、その優位性を紹介するとともに、オープンランが安心安全なネットワークの構築に寄与する点を訴えるなどして、海外における普及に向けて取り組んでいるところでございます。私も総務省としては、引き続きこうした取り組みを通じて、このオープンランの国際展開支持拡大に積極的に取り組んでいきたいと考えております。福島2区立憲民主党、馬場雄貴でございます。
私自身東日本大震災の時には高校3年生として福島で被災したものです。当時何の力もないその中でたくさんの周りの方々に支えていただきながら本当に何もできなかった自分を本当に心から恥じております。今日本だけではなくて世界全体で自然災害が猛威を振るっております。想定外は絶対に許されません。激甚化する広域災害が起きた時一人一人の命を守るためにそれぞれの地域が一体となりできうる限りの全てを尽くしていかなくてはならないのだと思っています。そもそも地域防災を考えた際に頼りになるはずの消防職員の充足率こちらは満たされている現状でしょうか。全国平均で 78.3%、 100% に満たない状況がずっと続いております。これが常態化している事態は決して見過ごすわけにはならないというふうに思います。充足率を満たす本気の取り組みを行っていくのか、あるいは厳しい地域の現状に合わせて適正な消防力を考え方を総務省さんとして示す責任があるのではないでしょうか。消防団員数も軒並み減少です。昭和30年の時には200万人がいました。昨年78万人です。かなり厳しい現状が今浮き彫りになっているのではないでしょうか。私の周りにも消防団の方々からの疲弊や嘆きの声は相次いでおります。ここまで来るとさすがに危機だと思います。総務省さんとして消防団員数の減少の原因及び課題をどのように分析なされているのか、また消防団の環境整備について総務省さんのお考えをお聞かせください。総務省澤田消防庁次長。お答えいたします。委員ご指摘の文化委員ご指摘のとおり消防団員は年々減少が続いておりまして、令和4年4月1日現在78万4千人と前年から2万人以上減少し、初めて80万人を下回る危機的な状況にあると認識をしております。また近年災害が激甚化頻発化するなど消防団に求められる役割も多様化してきているものと認識をしております。近年団員数がここまで急激に減少している主な理由でございますが、20代30代の入団者の大幅な減でございまして、その背景といたしましては人口減少、少子高齢化に加えまして居住地と勤務地が異なる被用者団員の割合の高まりや若者層が入団しづらいイメージなどが考えられるところでございます。地域防災を考える上で最も大切なことはステークホルダーを増やし続けていくことだというふうに思います。町全体において圧倒的な当事者意識が必要不可欠です。そのためには地元企業や学校などの協力が必要不可欠ではないかと思うわけです。その中で仕組み作りを問うたとき、地元の方に伺うと昔は消防団に入ることで一人前になったというふうに言われたというようなお言葉もいただきました。今ではなかなか聞かれなくなった言葉かもしれません。昔は農業や自営業の方が多かったです。しかし今は会社勤めの方が多く、会社の理解を得られなければならない、あるいは一人一人の暮らしそのものが疲弊さを増している、そういった現状があるのだというふうに思います。だからこそ例えばこれからは定団に移りますけれども、地元企業が消防団に参加しやすいように消防団に加入した方、これを雇用している企業に対しての税制優遇措置であったり、これをすることによって地域全体の防災力を高め、当事者意識を持つために必要なインセンティブをその企業さんに与えていくことも私は必要だというふうに思います。また団員さんが手にしている報酬あるいは出動手当などを課税対象から外していただくことは叶わないでしょうか。皆さん汗を流して地域のために力を尽くしている状況です。その願い、その思いに応えてほしいと私は願っています。加えて学校との連携においては学校で行う防災教育だけではなくて地域全体で学び合える体制を整えていくべきだと考えております。公民館などで行われている事例も数多く知っておりますけれども、あくまで一部であって多面展開されている状況とは思いません。ぜひとも松本大臣の下で現場が動きやすいように地域連携の具体策、この場でぜひともお言葉いただけないでしょうか。総務省消防庁では例えば消防団と企業や大学との連携など消防団のさまざまな主体との連携について消防団の力向上モデル事業による支援や事例の横展開などを図ることにより全国の消防団において実施していただけるよう取り組んでいるところでございます。近年の災害の激甚化頻発化なども踏まえ、今後も消防団を中核とした地域防災力の充実強化に向けた取り組みについてスピード感を持ってより一層推進してまいりたいと考えております。以上、大臣ありがとうございます。しっかりと私自身もその消防団への取り組み推進、しっかりと私自身もチェックをさせていただきたいというふうに思いますし、ぜひとも
消防団に加入されている方々を雇用している企業に対する税制優遇措置など具体的な措置をぜひとも検討していただきたいというふうに心からお願い申し上げます。空き家の問題に移ります。改正法案の提出を検討されていることとも承知しておりますし、ここは国交省さんとの連携も必要不可欠な分野だと思います。ただ基礎自治体の職員さんや地元の方々の声をたくさん伺っているとどうしてもいても立っても入れられなくて、ここの位置にも入れさせていただきました。政府は活用できるものは活用する、いわゆる活用促進の方法と、除去できるものは除去していく、解体促進のこの2つの基本方針を掲げていると承知をしております。しかし現状が良くなっていってるとはあまり思えません。現在の空き家の総数は2018年の調べではありますけれども849万戸、20年間で 1.5 倍に増えていきました。中には空き家が密輸に使われてしまっている、密輸の現場として使われているというような事例も発生してきていると伺っております。空き家所有者の情報開示でそもそもつまずいてしまっている、そういうふうな行政職員さんの声も伺います。あるいは空き家の数に対して職員のそもそもの数がマンパワーが足りないという疲弊さの声も聞こえてきます。特定空き家、この制度もできました、しかしこの定義が分かりづらくてなかなか使えない、こういう声も伺ってきます。行政職員さんも疲弊している、そしてみんな方針は分かってるんですけれども、それに対してなかなかトライできていない、これが今の現状なんではないかと思うわけです。今回想定される改正案では管理が不十分な物件に対して厳しく管理を求めて税制優遇措置の解除などを検討していると伺っていますが、これだけでは不十分だというふうに思っています。特定空き家でさえ基準が分かりづらいという声がありました。少なくともその現場の声を活かして次に進むべきだと私は思っています。また岩手県の花巻市の例でふるさと納税の返礼品として空き家の管理代行が広がっております。地域活性化の観点からも総務省としてより危機感を抱いて国交省と一体となった国家一大のプロジェクトとしてお互いの知識を共有し合っていく必要性があるのだと私は思っています。行政も民間も現場の方々が使える、そして使いやすい制度を作っていくために松本大臣により一層の働きかけをお願いしたいと思います。総務省においても空き家対策の推進のため財政税制上の所要の措置を講じております。財政面では危険な空き家の除却や空き家の利活用をはじめとした自治体の空き家対策の取り組みに対して特別交付税による措置を講じているところでございます。また税制では空き家特措法に基づき除却などの勧告を受けた特定空き家の敷地の固定資産税について住宅用地特例の対象から除外する措置を講じております。さらに現在国土交通省では放置すれば特定空き家となる恐れのある空き家についても住宅用地特例の対象から除外する仕組みが必要との社会資本整備審議会の小委員会からの提言を踏まえ空き家特措法の改正も含めて検討が進められていると承知いたしております。ぜひとも税制優遇措置、これもあるのは私も存じているんですけれども、現場の中でどういうふうに使われているのか、またそれが適用されにくいというような声も多々伺っておりますので、ぜひともその点もう一度省庁を挙げて総務省側としてもしっかりと認識した上で国交省さんと横串を刺して進めていただきたいというふうに願っております。改めまして15日行いました予算委員会にて子ども予算倍増にて岸田総理に伺わせていただきました。私自身問わせていただいているので分かるんです、対話の流れもありました。ですが岸田総理はその発言の中で改めてではあるんですけれども、家族関係社会支出は20年度で国内総生産比 2% を達成している、実現している、それをさらに倍増しようとしているというふうに述べられました。しかしその翌日磯崎副長官から修正が入りました。期待した子どもそして若者にとってこれはショックが大きかったものだと思います。今私のもとに SNSあるいは電話、あるいはファックス、あるいはお手紙、すべて合わせて6000件以上のメッセージが今届いています。中には奨学金の額が桁違いすぎて普通に就職しても30過ぎてやっと返せる額なんです、どう結婚して子供を産めと、そういうふうな怒りの声、あるいは子供3人います、お金があれば本気で4人欲しかった、埋めたのに諦めたんですという嘆き、ある方は同世代で第一子妊娠中です、でもこんな国に産むこと、子に対して罪悪感いっぱいでなりません、そんな虚しさが今この日本中に轟いているんじゃないですか、同じ日本人の声なんです。これこそ私は国家の危機だと思うわけです。私は彼ら彼女らの皆さん方の声を一丸にして本気で社会を変えていきたいというふうに思っています。思いに応えていきたいんです。言うだけで終わらせずに実践してみんなと一緒にみんなのもとにその政策を返していきたいと思っています。一連の混乱についてはおそらく集中審議で問われることになると思います。私は発言した当事者としてこれだけ伺いたいんです。修正なんですか。政府が繰り返し繰り返し
倍増と言われるのであれば、パフォーマンスするだけではなくて、具体的に何を基準にするのか、責任を持って示していただければ困るんです。子ども家庭庁予算ならば 4.7 兆、少子化対策関係予算ならば約6兆、家族関係社会支出ならば約10兆、それぞれの規模がございます。そしてこれは、大きな予算が絡むからこそ、やはりセットで、防衛関係費とセットで議論していかなくては、国家の枠組みが固まらないというふうに思っています。改めて、これは国益のために、私は必要な議論だというふうに思っております。どうか政治の責任で、今はっきりさせるということを、言っていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。自民政党、委員ご指摘の2月15日の予算委員会での岸田総理の答弁は、松野官房長官が2月17日の予算委員会で既にご答弁されておりますが、防衛力強化への取り組みとの比較を問われた際に、政権交代以降、保育の受け皿整備、幼児教育、保育の無償化など必要な支援を進め、子ども予算をしっかり拡充してきたことを説明する中で、その一つの例として、国際比較可能な家族関係社会支出対 GDP 比という指数で見ると、10年前の2012年度の 1.1% から2020年度には 2.0% まで増えてきたということを、これまでの取り組みを紹介し、子ども予算をさらに強化することにより、防衛費との関係においても決して取り組みが見劣りするものではないという趣旨でおっしゃったものと承知しております。したがって一部報道にあるような将来的な倍増を考える上でのベースとして、この家族関係の、家族関係社会支出 GDP に言及したわけではない。おそらくそう述べるしか今他がないというのは私も重々承知しています。いやらしい質問かもしれませんが、では子ども関係庁予算ではないのか、少子化対策関係予算でもないのか、家族関係社会支出でもないのか、その点についてお聞かせください。子ども子育て予算の充実につきましては、財源の議論は重要と考えておりますけれども、現在財源を考えていくにあたりましても、まずは政策をしっかりと整理する必要があると考えております。財源につきまして、あるいは枠組みにつきましても、充実する政策の内容に応じて、各種の保険、社会保険との関係、国と地方の役割、高等教育の支援のあり方など、さまざまな工夫をしながら、社会全体でどのように安定的に支えていくかをしっかりと考えてまいりたいと思っております。おそらく多分思いは一緒などというふうに思っておりますけれども、多分その説明では国民は納得しないと、多分分かってると思うんですよ。多分分かってると思うんですけど、それじゃダメだと思うんです。ぜひ戦っていただきたいんです。本当にこの6000件のメッセージ、私涙流しながら読みました。待ってます。待ってるんです。防衛関係費だけ先行されて、そして軒並みあとはもう厳しくて、ずっとずっと後回しの状態になってしまったら、本当に私はいけないんだと思うんです。ぜひともこれ以上期待を抱かせて、絶望への転落を若者にさせないでください。子育て世代にもさせないでください。本当に心からお願いしたいと思います。今日はお願いさせていただくことばかり申し上げて本当に恐縮ではあるんですけれども、野党の今の立場としてはこれしかできないんです。この今のこの質問が全てなんです。どうか政府が動いてくださることを信じて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて馬場雄貴君の質疑は終了いたしました。